はいこんばんはこんばんはハレリアーえっ、ー、と音は聞こえますでしょうか音は聞こえますかえっと音は聞こえますでしょうか、ね、はいじゃあこれで大丈夫ですねみなさんこんばんはハレリアハレリアーえっとちょっと待ってくださいねこちらのああこちらのほうやんなきゃいけないですねハラリアこんばんはみなさんお元気でしょうか えー、今日は暑かった、少し寒かったですね、少し寒かったですが、えー、今日はですね、あのゲストの方を迎えております、えー、じゃあちょっと自己紹介していただいた方がいいですかね、まだ早いかな、もう少しちょっと立ったけどね、えー、少し人数、これがあの人数ですね、ははいいそうですね、えねすねえー、サマさんこんばんは、サマさんこんばんは。えー 今日は土曜日ですね。あ、大さん、こんばんは。ハレリア、アメン。えー、明日は日曜日です。皆さん、日曜日はですね、えー、朝10時半から礼拝ライブをやりますので、ぜひ朝早く起きてですね、来てください。小太郎さん、ハレリア、リテルさん、ハレリア、こんばんは。フィリピン、行きたいです。<laughs> もう、えー、フィリピン、いいですね。今日、今日その話をしますのでね。えー、えー、あ、ちょっと待ってください。今 えー、切れちゃったですかねはい、えー、今切れちゃったでしょうかあ大丈夫かな、はい、大丈夫ですねはいえー、<laughs> <laughs> それじゃあですね、えー、紹介しますねじゃあ自己紹介していただけた方がいいですかね、はいはい、皆さんこんばんは、えー、野村淳と申します、えー、ちょうど10日前にフィリピンから来ました、えー、日本人です えー、しかし家族は、えー、フィリピンにいます、えー、置いてきました、えー、私一人単身で日本の学校で勉強するために、えー、来ました、えー、単身留学です、えー、上野にある新学校で勉強し始めて1週間経ちました、えー、あと半年、えー えー、東京に滞在しながら勉強して、えー、そして日本の若い人たちとも交わりを持ってそして10月の末にフィリピンへ帰りたいと思っています、えー、少し前にスカイプを使って、あのーえー、フィリピンの家族と話をしました、えー、本当に感謝しました、えー、感激しました、えー、もう少し涙が出そうでした 以上です、はい、あのー、えー、っともうでも通信教育で何年かもう勉強されてたんですよね、えーまあ、通信教育ではですねあまりはかどらなくてですね、えー、通信教育そして、えー、フィリピンの大学院に入って2つの勉強をしようとしたんですが、はい、あのー、ストレスでですね、えー、フィリピンで農業もしてるんですけれどえー スト、ストレスでですね、去年はね、慢性疲労症候群っていう病気になってしまったんですね。え,ー、え熱がね、下がらないんです。微熱がね、下がらないんです。で、そうこうしていう,うちに、フィリピンでも、あのー、NHK が入るんですけど、BS が入るんですけど、その、みんなの健康、あるいは今日の健康っていう番組でですね、それを見てたら、 あの慢性疲労症候群というのが出ましてあこれは私のだということで、えー、名古屋の,の実家に電話をしまして、あのーえー、NHK の本を取り寄せたんですねそれでインターネットでも調べだましたところ慢性症候群には温泉で温熱療法というのがあるって言って。 温泉に通ってですねそれで治療したら晴れるや「ハレルヤここまで回復しました」でこのこれがですねあのまあ人にはアップダウン調子のいい時悪い時うつになる時ってなのあるんですけどうつの人にも効くんじゃないかと思いました。ええ、以上です で野村さんのアイディアは、はいその、日本にいる、引っこもっている方々に、フィリピンのに来て、うん、回って、元気を出してほしいと、そういうアイディアがあ、ご自身の体験で、そうですね、ね自分が癒されたから、他の方々もどうかっていうことです、ね、そうですね、自分の体験でですね、あの本当に大丈夫だっていう。 ことですね、その温泉っていうのは町の中にあるのではなくてちょっと田舎にあるんですけれどあのー、その自然の中で,で温泉に入りながらそしてまあ同時に森林浴もできますしそして川も流れてますので川の流れの音を聞いたりそして虫の音を聞いたりそして鳥のさえずりを聞いたり。 そして夜は夜で一番最高だったのはですね満月の時にですね泳いだっていうのがプールで温泉のプールで泳いだっていうのは最高でしたね気持ちよかったですでそういうようなことを通してですね少しずつあの元の状態に戻っていくんですねだからそういうことをです他の人もにも体験していただきたいっていうのが私の思いです、えー でえー、時期としてはあの半年後10月、11月以降ということになります、ね、でで一応、帰りのチケットが10月31日ですので、えー、その日に合わせて、あのー、4人ぐらいですね、4人がメドですね、4人ぐらいの、あのー、人をと一緒に、えー、フィリピンへ戻って、 でですね。それで、えー、温泉でその温熱効果を、えー、試すというか、あの経験するというか、その自然の中でですね、えー、そういうことをし,して経験していただきたいなと思っています。えー、じゃ実際にあのまあどういうところかというのをちょっと写真で。 見てみましょうか。はい、じゃ、お願いします。はい。はい。これがその。えっ、ー、と。マニラから北へ。ええー、二百キロメートル。えー、のところにある、このバギオ。 っていうあの高原なんですけれどねそこは大体いい標高がですね1000メ,メートル前後、えー、800から1200メートル前後ですねあの高い低いありますからそこにある温泉なんですねでマニラから大体いい高速エアコンバスで6時間から8時間かかりますでここはですね、えー、夏

マニアと違ってエアコンはいりませんし冬はストーブが、えー、いらないんですねそういうようなところですでそこに温泉が湧いていますだいたいイメージとしてですね軽井沢のようなところを思い出してください思い描いてください軽井沢は標高8 0 0ルぐらいですけど日本ですので冬は寒いですねで軽井沢そのものは温泉ごめんなさい観光地ですけどその周辺は えー、旗作地帯なんですで。バギオっていうところは、えー、観光地ですが私が住んでいるところはですね、ラトリニダッドって言いまして英語で言うとザ・トリニティ、えー、日本語で言うとですね、えー、三味一体っていうフィリピンはスペインに400年間統治されてましたのでスペイン語が えー、根付いてるんですね。でラットルニダットという町があのイメージとして、えー、軽井沢周辺の畑作地帯だと、えー、思ってください。えー、でこれがその温泉のうちの一つです。ホテルが1に3つぐらいあってそして温泉このようなところがですね 5つぐらい、5つか6つぐらいありますね、こういうところが。で、すか。ああ、えー、これは同じ,と同じ温泉なんですけれど、えー、また別の日には温泉プールの方をお見せしたいと、えー、思っています、えー。家族連れで、これのすぐ脇にはですね、プールがあるんです。えー えー、他の写真で出ます,ますかますはいお願いします,でいいですえっとじゃあこれお願いします<れ>はいこれ,これはいこれが先ほどの温泉のすぐ脇にある、えー、20メートルか25メートルのプールですねわ、えー、かりますか向こうの方にココナッツの木がありますね、えー 別の写真、いってみましょうか、これお願いします、はい、これは別の、これはリゾート地、リゾートホテルのある、えー、リゾートホテルにあるあの温泉プールです。これ、温度は湧き水ですので、これはこれは暖かくないですけれど、えー、はいこれ、これ、お願いします。<れ> これがまた別の最一番新しいホテルですね。ホワイトハウスとかニックネームがありますけれど、こ,えー、これはまだ新しいんですね。円、え、形、ー、のプールがありますね。ここは浅いんですね。ここが温泉というか、うん、あの浴槽になってますね。で左側ご覧のように、これがプールに なっていますその左側は画面に出てませんけど川になっています a、ええ、はいお願いしますえ,え、えじゃあちょっとこのこのこのこれをちょっと見、はいお願いしますあこのおばあちゃんがですね、ええ、クリスチャンです私の言ってる教科クリスチャンなんですね、ええ で、この家には5つのベッドルームがありますので、この家が借りられないかなと思って祈っています。このおばあちゃんはこれからアメリカへ行くんですね。息子さんがアメリカであの生活してますので、おばあちゃんはこの家の管理をしてましたが、もうこの4月か5月に息子さんがアメリカからおばあちゃんを連れに連れに来ますので、この家が。 空き家になりますのでそこで私たちがあの日本からの仲間4人とそして私とそしてフィリピンの人私の仲間と6人でこの家で共同生活ができないかなと、えー、祈っています、えー、でこ,このすぐ上に、えー、この土地はアシンっていうところなんですけれど。 アシンっていうのは ASIN と書きましてタガログ語であの塩っていう意味です塩,塩ソルトですね、えー、塩っていうアシンファンダメンタルバプティスト・チューチっていうところがありまして、えー、そこのメンバーですねこのおばあちゃんは私も祈祷会によく出るときこのおばあちゃんだかいかんせんこのおばあちゃん英語,英語ができませんので私も現地語であるこの土地はイロカノ語ですので ガログじゃなくて色かの語、ね、は私はあまり達者ではないのであのこのおばあちゃんとあんまりコミュニケーションが取れないんですけどまあ、でもあの会話っていうのは心と心のつながりですので単、えー、語ができなくても文法ができなくてもまあ同じクリスチャンですから、えー、簡単なことは通じるんですね。えー、あの ナインバッガビガットモットはね、色ろかの語でおはようございますって言うんです。で、タガログ語とね、マガンダングマガって全然違うんです。えー、えー。で、このおばあちゃんはまた別の言葉を話すと思うんですけれど、えー。だからそういう意味でもね、英語は必要なんですね。だから、韓国の若い人が今すごい勢いで、 若いい人がでですねあののここの土地へ涼しいでしょマニラと違って涼しいのでマニラやセブと違って涼しいのでみんな多,多くの人が韓国の若い人があのー、来てるんですねで、えー、日本韓国資本の英語学校があのたくさんありますもう増えてますでそこに日本人もインターネットで調べてですね、えー、来てますですから アメリカやニュージーランドへ行くよりもフィリピンに来た方のが安いしそしてあの今は少なくなりましたけどジャックパユキさんという言葉がありましたがフィリピンの人はこう非常にホスピタブルなんですね。ホスピタブルっていうのはこうもてなし上手なんですね。でその,このなぜ私があの日本の若い人を連れていきたいかっていうのは一つは この温泉治療ですね。まあ、温泉がいいということ、そして英語が通じるということ、そして気候がいいということ、そしてフィリピン人のも,あのもてなし上手ということですね。ですからね、ウェルカム、ウェルカムトゥザフィリピン、フィリピンの人とですね、沖縄の人というのは非常に あのメンタリティーっていうか精神構造がですね非常に似てる、A、あのー、フィリピンだとこうウェルカム・トゥ・ザ・フィリピンって、ね、沖縄だとメンソーレってメンソーレ多分あれはウェルカムだと思うんですけれど<ー>非常に似てるで沖縄にも水牛がいますね日本フィリピンにも水牛いますしそしてえー そしてです、ね、もう一つ似てるのは、ね、本,本土と沖縄と違うのはこう沖縄の人はすぐ友達になっちゃうんですねで。沖縄の人の言葉で言うとイチャリバチョーデーっていうんですね。チ,チ,ョーーチョーデーっていうのは、ね、よく聞くとね兄弟会えば友達っていう感じですね。そういう,こう沖縄の人はメンタリティーがありますね。沖縄の人と非常に似てる。でそのそういうこうフィリピンの 国民性でですね、私もそのウェルカムって言われたものの一人ですで。初めてフィリピンに行ったのは私がネパールで青年海外協力隊員として2年終えてそしてフィリピン大学で勉強するための下調べを、えー、ネパールのカトマンズからバンコクで乗り換えてマニラに着いてそしてフィリピンのユニバーシティ・オブ・ザ・フィリピン。 っていうところで下調べを、えー、して日本へ帰ったんですがそれが1986年のことですねちょうどマルコス大統領と秋のノア女子秋の夫人とのあの選挙の選挙の直前だったんですけれどその時はこう私はもう頭が非常に硬くてですねそういうものだったんですけど。えー だん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 柔らかくなってきたっていうフィリピンの人との交わりによって私自身が変えられていったっていうフィリピンには大体18年ぐらいいますでフィリピン、えー、妻もフィリピン人です、えー、で子供が2人います、えー、もうすぐ小学校4年生とそして幼稚園の年長組になる子供が、えー いるんですけれどその私自身もフィリピンで生活することによってどん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 変えられていったっていうのはフィリピンの人のこうホスピタリティだで日本人は何を誇りとしてるんでしょうね日本人が誇りとしているものっていうのは何でしょうか日本も昔はあのもてなしありましたよね昔はね<ー>今今地方にはいけばまだちょっとあるかも、ね、あるんですね えー、今の日本の誇りは何でしょうね、今もみんななくなっちゃったんじゃないですかね。私、初めて海外へ出たのが、青年海外協力隊員でネパールへ行ったとき、28歳から30歳のときだったんですね。で、今、57歳ですから、30年前のことなんですが、その頃 まあ今もそうだと思うんですけど日本人が誇りとしているのは何だろうかなとこの30年間私が言ってたのは勤勉じゃないかと思うんですね。特に奇跡と言われた第二次世界大戦からのこの復興ねで今この3.11から復興して第二の奇跡をみんな祈っているわけですがその第二次世界大戦のあの敗戦から復興していったのは 私たちの両親あるいはおじいちゃんおばあちゃんたちのその勤勉さがこの奇跡を起こしたんじゃないかと思うんですね。でその末裔である私たちもそれは第二の奇跡ができると思うんですがその日本人がその勤勉を誇りとしたと同じようにフィリピンの人はもてなしを誇りとしているように私は思います。そ実際彼らも フィリピンの「uh, is very hospitable」って言うと非常に嬉しい顔をしますねで私も日本人っていうのはジャパニーズ are very industrious と言われると嬉しいようにフィリピンの人もフィリピンの「very hospital」って言われると非常に嬉しい顔をしますでその「hospitable」っていうのが今回日本の若い人を フィリピンに連れていきそれフィリ、そしてフィリピンの人たちとの交わりの中で変えられていったらいいなという、そういう希望を持って、この企画を、えー、組み、そして日本の現状を、えー、知るために来ました。次、写真、別段いきますか。はい。はい そうです。あ、子供の写真行きましょうか。これですか、ねはい。ちょっとね向きがねあれなので。そうですか。じゃあこの子供の写真行きましょうか。これ、ねえー、これはその温泉地で道場端あった,たあの子供たちですね。はい。じゃあその川の写真を一番上の方上の方に。 川の写真この,この辺からずっとえ順番にこれが温泉の浴槽から見たえ何メートルぐらい下でしょうか50メートルぐらいの下のこの川のせせらぎの音を聞きながら温泉に浸かりそしていろんな本をえ読む。 本当にリラックスできますね先生。あ、そしたら<次>麻生さん次の写真のちょっと同じ連続的にね、えー、ちょっとお願、ね、いで,で,できますかお願いします。これ,えー、これがみんなこの音がいい心にいいんですね。はいどんどん言っ,っ,、はい、ってください。これ、ね、もそうですね日本の日本と似てますよね。うんえー 心和む写真です。ああ,あ,あこれがね首を横にしてこれもプール温泉あ教会がちょっと見えますね<ー>ここが教会なんです,です、ええ、丘の上に教会があります、ええ、あこれこの水色のところが よくそうですここはリゾート地ではないのであの非常にシンプルなあのこ,ここからさっきらの先ほどの川の写真を見,と見,下ろした見下ろして撮ったんですね。これがだいたい40度ぐらいだと思います。えー、日本の銭湯よりちょっといい一番ぬるい湯と同じぐらいですね。でここに と今私ポイントしても見見ええるんでですすかねねないずっと向こうの方に水色のものがありますけど、そこが浴槽です。あ<ー>ええ、あ教会が上の方にありますね、ちょっと隠れてますけれど、ええ、これが教会から撮った写真じゃないですかね。うんええ、これが望遠で撮りました。うんええ いつかこ,あこれが、あのー、温泉地の入り口ですね。えー、あのリゾートの入り口です。これが入り口で、えー、もう次お願いします。これがガードマンですね。えー、向こうではセキュリティガードって言います。セキュリティガードって言いますけど、彼が、あのー、今、チェックしてます。で、右側が、あのー、 客室になっており、左側があのプールなどになってますね。えー、あこれが最近できたホテルですね。まあ五みたいなところですけれど、えー、こうあ手前に黒いなていうんですか、岐阜県の白川郷みたいなかやぶきの家がありまして、これがあの少数民族のあの家です。えー 左側にある車が、先生戻ることできますか、麻生さん。車が1、2、3台、真ん中にある車があのジープを改造して作ったジプニーという車ですね。<ー>真ん中にあるあの水色か青,青み緑っていうんですか。うんうん、左側が、車が。 あのジプニーっていう車で乗り合いジープですね、えー、こ,れこれがそうですねで手前にその民族の、えー、家がありますね、えー、でこれがあのそホテルの2階から見たプールですねで向こうも向こうにある大きなところがあの研修施設にもなるしあの研修施設というのはミーティングや そういう施設にもなるし宿泊もできるというあのアネックス、えー、別棟ですね、えー、あこれはその向こうに川があるのがわかりますかでその川の向こうはだんだん畑ならぬだんだんのテラス水田ですね、えー、これは最近できたホテルですリゾートです、えー さっきのこれ、さっきの写真ですね。別のエンベロープ、あのフォルダーに行くことできますかあごめんなさい、違います。はい うんこれいきましょうかはいこれがあのもう少し大きくなりますかあそうですね えっとじゃあ一番そうですねこれがあのハイウェイメイン幹線,や幹線道路から見た私たちのえ村ですえちょっと右の右端にある白い平べったいところがありますけどこれが音質なんですね菊を作ってます だから夜になると非常に綺麗です伝承菊っていうんですかあの、まあ、日本の伝承菊はあの白熱灯を使ってると思うんですけどこちらは蛍光灯を使ってます、ね、え値段の関係かもしれませんね白熱灯のが安いし電力消費電力少ないですからね,ねえで左の方にハイスクールがありますけれどちょっとあの私が、ね、ちょっと見つ 分かりづらいところになってます。え、これ行きましょうか。うはい。これがあの私の家です。今家族がここに住んでいます。先ほど写真はこの辺からこの上の方から逆に撮ったんですね。うええ。 で今手前の方は休校してます下の方方はししててまますす下を耕バナナの木があるの分かりますか左の方にバナナの木がありますね。ここはバナナはなります。あのー、しかしパパイヤはなりますが甘くないです。でマンゴーは育ちません。涼しいので。ええ、インゲンが インゲンが育つですね。そしていちごも育ちますじゃあこれは大体私のこれじゃあもう,もう一度農場ですねこれが隣の家と隣の家と私の農場がやってますねいむき あのー、科学的なものを使わず有機農業でやっています、うん、今はギリの兄がやってくれています,す、ね、はいギリの兄が管理してくれてますはいはいじゃ次のフォルダこれはそのラトリニダッドってラトリニダッドってあじゃあこれがですね、うん、フィリピンのインターネットカフェです ええ、私がここでいつもわ私の村ではあの電波が弱いので<ー>、ええ、ここへ来て自分の家でワードで文章を作ってここで送っています右の方にあるのはコピー機がありますね、ええ、これはあこれは映らないからこれでいいですこれではいこれが「ラトリニダット」っていうのはこういう字を書きます トリっていうのは3つっていう意味ですよねトライアングルとかトライアスロンとかトライセケルっていうのが日本ありますあフィリピンにあります三輪車ですねムニシパルホールっていうのは区役所ですねベンゲットっていうのはあの州の名前ですここは、まあ、区役所か市役所かそんな感じですね町役場か市役所かそんな感じですねカラフルでいいですね <laughs> そうですね、うん、あこれは まあ、はいえー、マクドナルドの前にジュプニーが止まって人が降りるのか乗るのかでますね。まあこういうファーストフード店もありますラトリと。これは温泉のある町とはまた別のところです。あじゃあこれお願いします。 これは「ジャパン」という文字がわかりますかこれがこれ読めますか先生。はい麻生さん。ベンゲット・ジェネラル・ホスピタルって言うんですね。<ー>これで日本の無償援助で,で2000年にできた病院です。ええ。 で私何ここへ私の家からだとだいたい車で15分か20分ぐらいかかりますね。ねそしてじゃこれをお願いしますこれがベンゲット・ステイト・ユニバーシティってありまして国立のベンゲット州大学です。ここで勉強、えー 私ままだ席があります地域開発コミュニティディベロップメントっていうのを学んで、えー、います、えーえー。次お願いしますあそしてこのこれがそのベンゲット・ステイト・ユニバーシティの、えー、宿舎です。ですか、えー、ゲストハウスですね。でここで温泉地からトリニダッドへ移動してた時にはこういうようなところで生活あ宿舎に なると思いますこ。これ見てください。それのその玄関がこれです。学生ではなくても泊まることができます。ベンゲツステレイトユニバーシティって書いてありますね。はい。はい、以上です。あと、なんかもう一つフォルダーがあったような気がしますが。これ家族の写真はどうしましょうか。<laughs> プライバシーの問題があって、ええ、まあむ向,向こうにいますからいいですよ。ええどうぞ。うん、じゃあ順番にいきましょうか。これが家族の写真です。我が家の、えー、当時三歳三歳の長男と七、えー、歳の娘ですね。はい。じゃあ,じゃあこ,これかれ。 あそうです、ね、娘のがちょっと少しボケてますけれどあそして壁にあるのはこれ松の,松の木なんですね壁板になっているのは、うんねはい、じゃあ次お願いしますあこれがクリスマスの前で、えー、息子と私が同じヘアスタイルにしましたけど <laughs>、はいはい、これが息子が歩き始めこれは南米のチリ 地理に2年家族で2年いました、えー、農業技術者として、えー、いましたの農産物商品化という仕事でいました、まあ、息子がちょうど歩き始めて娘がちょうど自転車を習ってるところでそしてその後が次が、あのー、これが地震が地理でも3.11の前の年 2010年の2月末に大地震が起きたんですね。で私たちもそこの時アパートの11階か14階にいましたらすごく揺れましたねもう死ぬかと思いましたけれどもうダメだなと思いましたけどえもうもう日本でもかなり報道されて本当にもうダメだと思いましたね特に11階でしたから揺れが大きいんですよね。でちょうどその1年後にあの 3.11が起きましたね。うん、でこれ、これそうですね。これがフィリピンでの写真と南米、チリでの写真でい以上ですね。あいやこれは、うんえ これが1990年に起きたあバギオというのはこういう字を書きます。これは1990年の大地震ですね。これはホテルですね。一流ホテルがこういう感じになりましたね。まあ、その時はちょうど私は同じく青年海外協力隊員でフィリピンにいたんですけれど村落、えー、開発普及員という職種で中部フィリピンにいて。 いたんですけれど、その時マニラでもかなり揺れましたね。このこれがこれがバ下の方にバギオの字が見えますね。それがパブリックマーケットです。公共市場ですね。あそ,うそうですね。これがみんな避難してますね。これがま町の中心にある公園です。 ちょうど7月ですので、雨季,雨季だったんでさ、一番寒い時期ですね、7月、8月、7月、8月はあの雨のために太陽が出ないために寒くて、12月、1月はあの日が短いので寒,寒いと言っても、ストーブを使うほどの寒さじゃないですけれどね、ええ、そういう、あこれがホテルですね、1990年。ええ そうですねな<ー>亡くなった方がかなり多いですね<ー>、えー、すごい滑れちゃってますねらららこれは大変ららこれは悲惨ですね、うん、銀行ですねこれはね、うん まあ今はかなり復興しましたけれどね、こういうところはもうないですけれど、10年ぐらいこういう状況でしたね、10年間、うんうん、だから日本の復興はいかに早いかということですね、早いですね、本当に早いですね。 あこ,れですね、これが地滑り真ん中の色が変わってますねこれ地滑りがあったんですね2006年の4月だと思いますけれど、うん、南レイテ州レイテ州レイというのはご存知でしょうかああレ,イテレイテ海戦、ね、レイテ戦記の 大岡周平さんの「累帝戦記」であれですけれど日本とアメリカの、えー、激戦地ですね。で日本とアメリカの戦争をフィリピンでやったんですね。これは非常におかしな話ですね。うんえー、でフィリピンの人たちが全然関係のないのに、えー、多く亡くなった島ですねこの島はね。う ここで地滑りが起きたんですね。でこのこれは地滑りの被災あちょうどこれ、うん、これは私が撮った写真なんですけどちょうど地滑りの現場と十字架が一緒になるように撮りました。これが2007年のちょっと陰ってますねあの現場がね雲でね。うん れいいこれ現場と水牛ということで撮りました17番これが小学校です、うん、あ避難してるでもまあフィリピンの人のすごいなっていうのはこういうところでもまあ陽気さを失わないっていうかね それがすすごいいなと思いますねもうたくましいっていうかね,、うん、ね、本当にすごいな、日本のようにそんなにあの援助がすぐ来るっていうわけじゃないんですよね、非常に遅いんですけど、それでもあの明,るさ明るさを失わないっていうことは、本当にすごい力を持ってる人たちだなというのを思い出しますね。 そ,りそり時間がないので他の電話、はいはいね、いいですは、ね、い,いでしょありがとうございました。はい、はいありがとうございましたえー、っとですね、ちょっとこれ直さなきゃいけないですね。えー、次ですけど、あのえー、結局その月、11月からですね、えー、野村さんがあの日本で半年勉強された後と、えー、11月ごろ、10月31日にフィリピンに帰,帰るときに、えーえー えー、希望の方は一緒に行けるということですね。で,ね、はいであの、詳しいことはですね、またあの、えー、とスカイプで,です、ねうん、やり取りできますので、ちょっとあの野村さんのスカイプの ID を教えてよろしいでしょうか。はい、どうぞ、はい。今ちょっとスカイプのです、ねえー、ID を、えー、かけますので、ちょっと待ってくださいね。えー、これで、アボノミッションですね。はい、アボノミッションってどういう意味なんですかアボノっていうのは日本語で あの大、ー、肥とか肥やしっていう意味ですあのー、語源はスペイン語ですでそれがタガログ語になっています、えー、だから私がチリに行ったチリはスペイン語圏でチリアルゼンチン中南米はブラジルを除いてあの辺全部スペイン語圏ですのであのー 今、アボうのミッションって打ちましたので、ああこれがあのスカイプの ID ですね。で、野村さん、ちょっと2週間ぐらいまだインターネットできないんですよね。まだい、ね、いてないんですよね、ええ、ですからあの、2週間ぐらいはちょっと時間かかりますけど、あの関心のある方は、この野村さんのアボうのミッションというスカイプ ID の方にあに連絡をくださいとそうですね、お願いします。 そしてまだ半年ありますのでまたですね来ていただいてまたあの途中報告ケイ経過報告みたいなのをしていただいて、ね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、で次ですけれどもあの野村さんのあの信仰を持った証かしというか、ええ、きっかけというのをちょっと短くお願いできます,すあすねはい a、はいえー、私は名古屋出身なんですがあの 北海道にあります酪農学園っていうところであの聖書キリスト教に初めて触れましたでそこの教務に青年海外協力隊のポスターがありましてあの卒業したらですね青年海外協力隊として行きたいと思ってそして、まあ、ありがたいことに、えー、ネパールに行きネパールでこう非常に不便ですよね電気もない、えー、ところでですね あの私病気になったらどうなるんだろうともちろん無依存ですからそういう中で頼りに自分は頼りにならない村の人の方が頼りになるといざという時にはね、えー、お金もがあってもそんなものお医者さんがいない役に立たないというところで。 ひょっとしたらなんか目に見えないけれどすごい力があるのかなということが分かってきました、まあで。そのネパールの人たちはそれを神様って呼ぶのかなということが少しずつ分かってきました。そして自分,自分の英語の能力のなさをネパールではネパール語でやってましたので英語の力を何とかしなきゃとこれから生きていくにはそしてもう一つはあの信仰が必要だと思いましたね。 あの異文化の人と話す時にはネパールはインチですので1 0センチのことをネパールの人たちは4インチだって言うんですねで私はいやそれは1 0センチだって言っても話が始まらないわけで絶対なる価値観っていうものが必要だなと思い英語とその信仰が両方一緒に,あのよ一緒にあの習得できるっていうことであの埼玉県の、えー、宣教師 が宣教師と日本人の牧師さんがしている英会話教室に、ね、通うようになり30歳の時に受選をしましたそしてこんそれであのキルクリスチャンに、えー、なりましたで結局最終的にあの救いの確信を得たのはレイテ島でフィリピンのレイテ島でしたね あの自分でアボ,ノのアボノの会という退避の会っていうのを作って農業ボランティアとして、えー、レイテ島で奉仕している時に、えー、いろんな試練に遭いその中から、あのー、聖書のから、あのー、示されて、あのー、イエス・キリストが、あのー、死んだのは私の過去に犯してきた罪 をあのの十字架の上で私の代わりにイエス・キリストが十字架の上で亡くなってくださった死んでくださってあがなってくださったということが分かったのがねレイテ島でしたねだから私の2年間生活しましたけれどそこは非常に思い出深いところでした。でそれ,それからにそ のの教会の牧師さんに仲良うをしていただいたんですが、その彼がですね、えー、去年、あのモーターバイクを運転してあの聖書勉強会に行く道中でですね脳一血になったんですね、運転中に。中にね、車があバイクを運転しているときに犬がバッと出たんですね、それでハンドルを切った瞬間、脳の中の血管が破裂したんでしょうね。<ー>うあのー、で、えー で、そのことがあの、えっと、携帯電話妻の携帯電話に来ましてで私がすぐ、えー、代表としてですね我が家の代表としてレイテ島へ、えー、バスと飛行機とまたバスを乗り継いで、えー、行ったんですがもう彼は、えー、召されていましたね。で、そのつで私の中ではこう、 納得できない、うまく整理つかないわけですね。突然の死で、親しい人の死でですね、まあ聞いてらっしゃる方の中には、あの家族、ご家族の死とかそういうのがあると思うんですけれど、その自分の中で悶々とした日がですね、何日も続いたんですね。そうするとそそ、それがですね、こう、こもるっていうかね、こう、 気が付くとですねベッドの上に座ってですね棒をうつむいてし上を見るわけじゃなくて下を見てですねも本当に悶々としてるんですね、えー、でそういう経験もあってですねあのでそれでこのままいつまでもここのレイテ島にいても ダメだからちょっと気分を変えようということで2週間いたお葬式のあと2週間いたその教会を後にしてですねであの、えー、自分の島へ帰りましたあのまたバスと飛行,飛行機と、えー、バスもあるんですけど24時間かけてあのマニラに行くっていうのはあるんですけどその時はもう。 体力的にそういう体力もないのでえ飛行機を使っていきましたけれど以前は24時間のバスを使ってましたね。でそれはやっぱりあの後で気づいたんですけどそれはまあ一種の天地療法っていうんですか場所を変えることによって気分を改めるっていうかで広い意味での天地療法っていうとピクニックに行ったりハイキングに行ったり、まあ、ちょっとあの買い物に行ったり。 ショッピングウィンドウショッピングなんかそれも広い意味での天地療法だということなんですが私の場合その悶々としていたレイテ島での仲人の牧師さんの死からこう立ち上がるにはそこにいてはダメだと思いですねそこであの飛行機帰りのチケットを取りですねそれで帰ったという経験が去年の5月まだ1年経ってませんねそういう経験があります。 えそうですか天地療法ということですね。で皆さんがその日本にいて、日本は霊的に非常にちょっと重い国なんですね。うん、ですからフィリピンに天地と言いましょうか、場所を変えて、うんえー、そして信仰を学んで、えー、こう癒されるということですね。うん、すあと、ちょっと時間が短いんですが、あのフィリピンのですね、えーえー、リバイバルとか、教会状況をちょっと簡単に。あえー、フィリピンンはスペイン の植民地でしたのでアジアで唯一ではないですかスペイン南米と違って南米はほとんどの国がスペインのが創始国ですけれどアジアの場合あのー、フィリピンだけですねスペインだからスペイン語が今も残っているんですがあのー、ですからあのー、カトリックが8割方占めます。 しかし私がいるバギオとかトリニダッテっていうのはアメリカが作ったあの避暑地ですのであのー、かプロテスタントの割合が10カトリックの割合が7割ぐらい、えー、プロテスタントの割合が15%ぐらいありましたね。でそののまあ、アメリカの避暑地 アメリカが避書地を作ったって100年ちょっと前に作ったんですその時マニラから道路を作る時に日本人労働者が募集されてその日本人労働者によってあのケノンロードっていう道路がケノンアメリカのケノン少佐が指揮を執ってできた道路なんですが100年前にできた道路なんですがあのその日本人労働者の犠牲の上に あのマラリアとか、えー、その他、熱病とかいろんなことで病気になって、あのー、亡くなった方がいる、その末裔が今も日系人としている、その土地、バギを取りにダッド、そしてミンダナオ島のダバオに移られてあのマニラアサ・マニラアサで成功された方多いですよね。そのフィリピンの 日本人の,あの、えー、と子孫が今、3世、4世、5世の時代ですけどそういういところです、ね、えっと冬ンの方々はあのうん日本に来ている方もたくさんいるんですけども、まあ、戦争中、だいぶ日本にですねあのこうひどい目に遭った方がたくさんいると聞いてるんですけどあのもう。う ね戦争を経験していない人がたくさんいますのでわかんない方もいると思うんですが、うん、家族おじいちゃんおばあちゃんがね日本へに殺されたっていう人がいて、うんえー、やっぱりちょっとこう日本,日本に対してこう嫌ってる方も多いいじゃないですか、うんえー、私がフィリピンで青年海外協力隊員だった時は1989年から91年2年間でしたけどその農業大学でですねその先生からですねあのー あれはウォーゲーム,ーゲームウォーゲーム戦争のゲームアメリカと日本の戦争をなぜ俺たちの国でしたんだということを言われたことがありますねで私がマニラに留学していた時にもあのその米でできたお菓子屋さんがあって時々食べに行ってたんですけどその時 おおばさんがですね当時五十か六十歳ぐらいのおばさんがですね突然泥棒泥棒って言うんですね私にね、えー、でこうそのこう気迫ってか、えー、負けてその場はあの、えー、去りましたけれど泥棒っていう日本語を彼女知ってるんですよねつまり彼女がまだ小さい時あるいは 裏若き乙女だった時に、日本兵に言われたんでしょうね。その言葉が残っててですね、その、あのー、子孫である、あのー、私にですね、こう、ぶつけてきたという、そういう苦い経験はありますが、それはまあ数える、それは当然ですよね。もし私の日本でそういうことをされ、 ですね、アメリカとソ連が当時日本戦後そういうことがもしあったらですねやっぱり恨みますよねですからだけどフィリピンは非常にそういうのが少ないんではないかと思いますそれは先ほど申し上げたようにこうもうそれは昨日のことだっていうだからキリスト教のフォーギブネス許しから来てるんだと思いますね あのそれはもう過去のことだから忘れて前を向いてこれからお互い仲良くやっていこうっていうで今そういう年代の方々がどん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 なくなってるんですねだから今の若い人にとっては日本っていうのはパナソニックであったりソニーであったり 川崎であったりホンダであったりトヨタであったりディズニーランドであったりそういう国なんですね日本イメージとしてはあの多くの人が日本へ出稼ぎに来てますけれど来てない人のがほとんどですからそういう人のイメージっていうのはそういうは先進国のイメージですので、うん、私たちが行くとですね非常にあの歓迎してもらいます。し、まあ、しかしそれにあの おごり高ぶらないようにですね、以前、日本がフィリピンでした、日本軍がフィリピンでしたことを忘れてはならないと思うんですね、ねえそ,そういう意味で私がレイテ島に2年間いたというのは、非常にあの幸運なことだったと思います。 また今日はちょっと時間ないんで、またあのいつかね、その冷テ塔についてあのお話し聞きたいんですけど、あと2分ちょっとしかないので、もしよろしければですね、日本の若い人たちのためにお祈りしていただけませんでしょうか。はい、えー。じゃあ、お祈りいたします、えー。神様、今日このような機会が与えられましたこと、を感謝いたします。うん 多くの、えー、若い人がまとまらない話ですけれどお耳を傾けてくださりそして見てくださり神様感謝いたしますべ、えー、ての人が希望を持つ権利がありますので希望を持って前に進むことができますようどうか神様 力を与えてくださいいいまますす。ようお願いいたします霊的な力精神的な力肉体的に力どうか私たちが非常に弱いものですけれど弱いそして罪もありありますがその罪のためにあなたがその罪を一切背負い、えー、十字架の上で手に釘を刺され 私たちのために死んでくださいましたから神様感謝いたします。イエス様の皆をとしてお祈りいたします。はい、あのー、私もですね、フィリピンのクリスチャンの方で何人か知ってる人がいましてですね。うん、あのフィリピンに一度は行きたいなと思ってるんですよね。ウェルカムトゥザフィリピンズ。<laughs> <to> <laughs> あのー、えっと、いくらぐらいで行けるんですか、フィリピンは。えっとですね、5万円前後の。 あのチケットだと思いますええー、まあ時差は少ないので行きやすいんじゃないかなと思います。1時間1時間です, 1> ですねあ<ー>今は今だいたい9時夜の9時ですねあ1時間だったらね、はい、じ時差ボケがなくていいですよね,そうですねはい。あのあれですかバギオのあの行くとしたらマニュアに行くんですかバギオに飛行場があるんですかあバギオには飛行場がありますがあの コーチのため、もやが出ますので、えー、マ,ニラかマニラバギオ館の飛行機も運行することがあります。ですから、えー、日本から成田、成田マニラ。ごめんなさい、時間ですね。じゃあ、あの手を振ってください。はい、シャローン、シャロ,ン,シャロン。はい、どうかまた。シャ,シャローン、シャロン、失礼します。シャローン、シャロン。が o o d